こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9-2021ライブ配信始めていきたいと思います。今回は2013年5月の2週からスタートです。春競馬またダービーまで行けるかどうかっていうところですね。ツイッチで配信しておりますので、ぜひツイッチのアカウントフォローお願いいたします。アーカイブは2日後に YouTube にアップロード予定です。YouTube チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。また旧 Twitter である X のアカウントも持っておりますので、ぜひアカウントフォロー、リポスト、いいねお願いします。はい、ということで5月の2週となります。オークスデータ室トレブ、そうですね、トレブは3冠を狙ってます。真面目に山の iPhoneなるべく勝ちを増やしたいが、そして今週は NHK マイルカップありますね。フラゲがトップか、でも肩の頑張ろうもいますからね。フラゲはちょっと早熟気味なんで、どっちかといえば頑張ろうをしたいとこなんですが、どうなりますか。もちろんインパルスヒーローは脅威です。絆と小玉で賞が出てますね。ここには絆はサツキ賞な謎の敗北を喫してしまいましたが、果たして巻き返しあるかどうか。では、5月2週のレースに行ってまいりましょう。ラトノワンヌステークス、アマノキャンキャン1番人気です。124、これは124は112のロイヤルデータがあるので、メンバーとしては軽い。このチャンスをアマノキャンキャンは生かしたいですがね、どうなりますか。レースいきましょう。チャーチルダウンズ競馬場 G1 ラトルワンヌステークス、ダート 1700m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アマノキャンキャン、これは好スタート。リバリットマシーン、ダッシュがつきません。ダッシュよく飛び出してアマノキャンキャン離れ立ちます。その後ろからはラブ&プライド、この馬も上がっていく構えです。さらにはオープルダイナマイト、11番リーフシルエット、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先手を取ったのはアマノキャンキャン、大きく離れました。ジョイフルビクトリー、スクエアリームズ、そのうちに続いています。その外からエクストラエディション、赤の帽子、ロイヤルデルタ、その後ろ、すぐ後ろにフェイバリットマシーン、内からはタウンシェイド、その隣にカムオンエアウェイ、すぐ隣にデプティサプライズ、その後ろからはスマートリースピーキング。さあ先頭は依然として最強女王アマノキャンキャン、2番手はオープルダイナマイト、フィースシルエット、3番手。さあアマノキャンキャン、このまま逃げ切れるでしょうか。さあ、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアマノキャンキャン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はロイヤルデルタ、残り 200m を通過してロイヤルデルタ、余力は十分、さらに引き離していく。全然ダメだ。2番手はジョイフルビクトリー、ロイヤルデルタ強い強い、ロイヤルデルタ圧勝ゴールイン。2着はジョイフルビクトリー、3着にタウンシェイド、勝ったのはロイヤルデルタ、見事な勝利です。ボロボロの負け方だった。6着理由はわからん。WR ターフクラシックステークス、アマノアイホン1番人気ですが、ポイントオブエントリー125なので、それに比べたら身を取ってしまいます。かオリビア3、
アンサーズタートルだが人気になっておりますが、どうなりますか。レース行きましょう。同じくチャーチルダウンズ競馬場 G1 WR ターフタクラシックステークス芝 1800m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ゴールドスペクタキュラー、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してゴールドスペクタキュラー花に立ちます。その後ろからはラフィング、この馬も上がっていく構えです。フリーティングモニカ、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭からオビアスリー先手を取りました。ゴールドスペクタキュラーすぐ後ろアーリーエピセット、それに続きます。並んで10番ラフィング、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ポイントオブエントリー、この馬もこのグループ、これに続くのがスピンコーラル、天野アイフォン、いい位置です。タンブリングエーム、そのうちに続いています。黄色の帽子アンサーズタートル、その後ろ、その横にフェアリーシャルール、すぐ後ろにウッドスタンドブルックス、その隣にイスレイセルカーク、パーティーロビン、それに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はオビアスリー、オビアスリー、さらにリードを広げます。2番手はラフィング、間を挟んでポイントオブエントリー、3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。オビアスリー外から伸びてるのあれかな、残り 200m、 ポイントオブエントリー先頭だ。2番手はオビアスリー、ポイントオブエントリー先頭だ。ポイントオブエントリー、3着かな。2着はオビアスリー、3着に天野アイフォン、勝ったのはポイントオブエントリー、見事な勝利です。京都新聞杯です。天野こだまでしょう、絆出走です。絆ライバル馬になってる、これクラブ馬だよな、絆って。ひとまず天野こだまでしょうが1番人気、玉のベストプレイが2番人気で、一騎打ちムードかな。今週以外は全部こだまでしょうが20丸ですが、とにかくここはしっかり、勝つレースをする必要があります。勝てば結構能力値も上がりやすいですからね。堅実に勝っていくのが正解です。では行きましょう。京都競馬場3歳 G2 京都新聞杯は芝 2200m、 ダービートライアルにもなっております。4コーナーカーブから直線コースに向きました。バンデ先頭、さあカレドニアシーザー、さあ横にいっぱい広がっている大外から伸びてくる。先頭は今度は天野こだまでしょう、残り 100m、 天野こだまでしょう先頭、天野こだまでしょう先頭だ、天野こだまでしょう、天野こだまでしょう、1着2着はタマモベストプレイ、3着にアドマイアスピカ、天野こだまでしょう、見事な勝利です。なんとか勝ってくれましたね。今は無理だけど、これが後に影響してくるかもな。ゆっくりじっくり育てていきましょう。さあ、天の地デジカ3歳1勝クラス出走です。1番人気、本市以外全部20まで当選デザートか。ダイジェストいきましょう。京都3歳1勝クラス芝 1400m です。4コーナーをカーブして、あ、さあ先頭ですね。天野地デジカ先頭、あと 200m、 先頭は天野地デジカ、2番手は当選デザート、この手応えはどうか。まだ粘っている天野地デジカ先頭だ、天野地デジカ、天野地デジカ1着勝ちました。2着は当選デザート、3着にビッグカレッジ、天野地デジカ見事1番人気に応えました。まさにデジタルパワー。
さん、これ立花ステークスです。クラブは内戦投げしこが4番人気しそう、1番人気はプレイスエターナルですが、どうかな。まあ一応こんな感じで目白上海ぐらいまで抑えるか。ダイジェストいきましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マイネルエテルネル先頭、外から勢いよくブレイズエターナル、残り 200m を通過してブレイズエターナル先頭だ。ブレイズエターナルですね。2番手はマイネルエテルネル、とてつもない強さ。ブレイズエターナル1着、ブレイズエターナル完勝。2着はメジロ上海、3着にブラウンレガーロ、これは桁外れの強さだ。ブレイズエターナル。次です。 NHK マイルカップです。さあ NHK マイルカップ1番人気山のクラゲ、2番人気片野が頑張ろうと1番人気2番人気を占めております。3番人気がインパルスヒーローですね。クラブは凱旋ドヤ顔も出ております。インパルスヒーローは伊坂さんが丸で、他はみんな黒三角かで、片野頑張ろうが伊坂さん20丸で、他は全部丸で、あとの全部20丸は天野クラゲなっております。頑張ろうは戦法を変えることができますが、どうするか。前に行く馬が多いからな、まあこのままにしときましょう。ではレースです。3歳マイル王決定戦 NHK マイルカップ東京競馬場芝 1600m で行われます。東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後は大外枠のオリーブバンクル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはライジングスイーズ、セイウンファンシー、この馬も好スタートを切りました。3番ライジングスイーズ、インパルスイーロー悪いスタートでなかった。続いてセイウンファンシー、先手を取ったのはライジングスイーズ、その外にユリノシュームーズ、エイシントップ、先行争いが激しいです。前哨戦の勝ち馬天野フランは2番手を追走しています。なるべく3コーナーまで内に寄っといた方がいいですね。すぐ後ろにキシラケット、内からは凱旋ドヤ顔、赤の帽子メジロミナガワ、その後ろすぐ隣にルビーシリウス、これに続くのがマイネルホー、うん、ここまでほぼ平均ペース。中間地点ケヤキヨーコー通過、この辺りで先頭が変わりました。エイシントップ、2番手はディアマイベイビー、3番手に天野フランゲ、絶好の手応え。ガンバローも少しずつ上がってくる。さあこれからです。エイシントップ先頭、外から勢いよく天野フランゲ先頭、エイシントップ、ヒーローはどこ追いすがります。外から片野ガンバロー、あと 200m 一気に後続が、インパルスヒーローこらえた。インパルスヒーロー抜けた。2番手は天野フランゲ、やられた。インパルスヒーロー1着、2着は微妙です。見事に勝ちましたインパルスヒーロー。やられてしまいました。クラゲが2着、ガンバローは3着でした。さあ新潟大賞典となります。
新潟大商店、1番人気アマノフィッツとなっております。アマノヨシ女子会が4番人気、フィッツですね。と本社お目はダークシャドウか。あとアルティメデスあたりは人気ですね。さあ女子会戦法変えられますが、どうするか。戦法策かな、行ってみましょう。ダイジェスト、新潟 G3 新潟大商店芝 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。アマノ女子会女子会早くも先頭、残りあと 400m 長い直線、ここからどうか。アマノ女子会先頭、2馬身から3馬身引き離す、残り 200m を通過して、ここで先頭変わって、ダークシャドウ、ダークシャドウ先頭、ダークシャドウ先頭だ、2頭同時に突っ込んできた。ダークシャドウ歩き目です。わずかにダークシャドウ体勢有利、3着だな。今回は先行策をチャレンジしましたが6着でした。そして、海外は2レース慶音と丸森、そして、今回はビクトリアマイル天野蓮舫アリエッティ出走です。3着だったけど、一応ライバル馬になったんだ。勝利の女神となれ、勝利のアリエッティか、ホイールキャプチャー。天野蓮舫がここで、この次か、天野アリエッティホイールキャプチャーの一騎打ちムードとなります。ホイールキャプチャーも強いからな、アリエッティに頑張ってほしいが。5月2週、カード騎手がかぶる。でも頑張ろうは出ないよな、距離長いしな。多分これ放牧、男性なんで放牧すると思います。出たとしても4月1週以降だろうな。ラジオ短波だろうな。じゃないと厳しいもんな。ハゲポヨもいますが、どうしよう。クロッケオン、これ3歳限定、いや3歳以上だな。あとアトもいけるんじゃない。いや出てもいいかもね。まだコバ混合だと厳しいよな。じゃあこっち行ってみる。アンドロイドもいるけど、チャンスあるかもしれないね。ひとまずここはこれでいきましょう。ファルコンまでは順調に取ったんですけどね。ステージカはこれで2勝になりまして、相模湖特別。相模湖特別大丈夫、距離。まあ、もうちょっと伸びた方がいいのかな。来週だと？900万を。相模湖は。6月3週だと青梅とか相模湖だけど、あとまあこっちもありますよね、ユニコーンステークス。ただダートはダメです、このまま。むしろこのままダービー行かせた方がいい。いや無理です、ダービーは行けません。だからね、オープン特別とかはありかもな、3歳限定の。
まあエプソムとか、まあダイスステークスはちょっと距離がな、匂い長い、やっぱりラジオ短波なんだよな、ラジオ日経賞か、まあ、ずっと昔短波だったからずっと短波って言ってしまってるよね。じゃあそしてでもね、まだ2勝プラスに普通に出た方がいいとは思います。なのでこの特別あたり出ますか。マイル戦なんで問題ないでしょう。この分で5月の最終週には休ませると、それでいいと思う。キャンキャンはどう、何勝9勝、取りに行かないとダメだよな。島はダメだからダートだ。メトロポリタンハンデはダートだ。ゴドルフィンマイル勝ってる馬がいるから、このまま出すと厳しいよね。ワイズダンとか強いもんな、こんなの無理、絶対無理。相手が悪いよな、この辺は。ホルダーマイルは AKB が出んのか、では出られない。ゴドフィンなんて G2 か、まあでもメンバー強いし成長してるのは確率ですからね、やっぱり強敵になってしまうでしょうね。普通にって今どのぐらい、あ、AKB リーチなんだ。だから、AKB、あ、AKB なんでここに出てるんだ。いや、それはない。なんで AKB ここに出てるの。ここじゃないだろう。変容も2400。ここでもいいし、ここはトゥルースがいるからダメ。クリマカルタか。あー、チープシュガールは6月1週か。山ガールな。まあでも、ここはしっかり勝っておきたいけどな。でも、ここじゃないな。ちょっと避けよう。と。この辺はみんなあれだもん。ソムカップはダメ、60キロ背負うって言ってるね。
はマーメイドですね。で、AKB がパソルスゴールドで、今回はビホルダーマイズで秋山行ってるけど、ここを武豊に変えます。で、 iPhone は、なるほどね、距離は長いのか、宝塚は。じゃあここじゃないよな。1006なんで、まあ、安田でもいいでしょう。ちょうど、結構うるさい馬がいるからな。勝ち、ここは勝ちに行きたいですね。普通に。ダマでしょうが、ここはダービーだろうな。まあ一応トライアル勝ったから出ざるを得ないが、ちょっと疲れが溜まりすぎだ。成長早めだから、ダービー出たいけどな、本音としては。でもギリギリの勝利だったし、正直厳しい。休ませます。無理はさせない。で、クラゲは、距離は持たないんで、オークスには出したくない。5月4週であれば1003の2003とか試合日とかの方がいいよな。全然アディントン重賞取ってるから重賞いかないのはもったいない。というかまあでも普通に試合でいいんじゃないかな。めっちゃ悪いけど。で、頑張ろうがジャパンダートダービー。ダービー、ダートもいけるから、これ規定路線か。で、女子フィッツや女子会は厳しいだろう、これは。1007の2100で距離も合わない。これは次ローカル行った方がいい。賞金があるから名畑賞だろうな。やっぱりで、ニコニコもうまでる。女子会はもう無理。1008の2400ガールを出していいよね。エクソムでも OK だけど、まあ、ここ出しましょう。やっぱ山ガール結構世話されるからな。山ガールどうするかな。山ガールをレースを変えてもいいかも。本当は G1 出したいんですよね。軽い2400とかレースないのかな。あるとしたらここか。でもジェンティル女が出てるな。もうね、昭和ゴールドシップがいるし、ビッグブルーキッドは強い。出るレースがないな。そうですね、もうはみ出ちゃってるんですよね。
構距離が長い。パーとか強いし、いやー厳しいな。キティポリーにしとくか。アルボリ最上位チャンスですか。本当？北山エリアトップはホイールキャプチャー、2位がレオホーの方なんですね。アリエッティは無印なんだ。で、ケオハイスプリングカップがマナーラホービロテ登場。この2頭の争いだというが、もうやられた。カマレッショは勝ちましたね。本当はダービーなんですけどね、まあまだ万世馬なんで、ここで出るのは無理がある。あとダービー勝てないだろうしな。万能ステークス型の剣を一番人気となっておりますが、129型の剣を、脅威なのはチャンプペガサスですね。センターあたりかな。あとは先行策なんで有利です。ではレースいきましょう。ベルモンドパーク競馬場 G1 万能ステークス芝 2200m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはアポロスターク。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアポロスターク鼻に立ちます。その後ろからはフェインター。この馬も上がっていく構えです。さらにはカタノケイオ G13 勝フォーティアスブレイブ、その後ろフェインター。先手を取りました。間が空いてクレードルケール、並んで古豪クラウンドファング、すぐ隣にインプロンプトセイント。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その横にオリーブインディアナ、チャンプペガサス、そのうちに続いています。その外からディッシュカラーリン、内からはグッドリーウッド、黄色の帽子、トゥルーリーインテント、その後ろこれに続いてマニナロンドラ、しんがりからオールマイモーター。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。2番ペインター、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。9番カタノケイオ、2番手を追走しています。すぐ後ろにアポロスターク、その外にオリーブインディアナ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として2番ペインター、2番手はカタノケイオ。剣は位置取りはすごいいいんだよな。これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。切ることができるか。外から外の追い上げも厳しい。剣を先頭に躍り出た。続いています。離れてオリーブインディアナ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。なんか内から来てる。ここで先頭に立った。伸びやすい。勝てないか。残り 200m を通過して、ちょっとやばいな。さらに足を伸ばす。いや、さらに引き離す。よし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 。先頭は片野ケイン。勝ちました。1着でゴール。2着はフォーティアスブレイブ、3着にオリーブインディアナ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。片野ケイオン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ケオン、嬉しい勝利となりました。ケオン G1 3連勝。2番手から抜け出す横綱相撲でしたが、勝ったのは嬉しい。さあ、フランス戦ギニア、マノマルモリ登場、1番人気。レーティングは分からんな。これだけじゃ分からん。なので、一応ブレインズカラーとフロティラ、デンジャースディスガイズドと、
天の丸模様牛は続いてますが、何とも言えないですね。実は横一線と言っていいんじゃないでしょうか。レースです、パリロンシャン競馬場サンサン牝馬限定 G1 フランス戦ギニ芝 1600m のマイル戦です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ニュートリノページ前に行きそうです。天の丸森それに続いています。さらにはウィーン城15番プレシャスチェイクニー、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。ニュートリノページ先手を取りました。間が空いてアドボケーターアイディア、内からはノットザビール、ブレーンズカラット、すぐ後ろその隣にティムズヨーロッパ、その外にアルズクエセター、並んで10番グリーシャンアロー、マイアミミンシー、そのうちに続いています。前はニュートリノページ、2番手は天の丸森、これは絶好の手応え。先頭に踊り出ようとしてますね。3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。ニュートリノページ先頭、前に迫る天の丸森、落ち着いているノーマル森先頭、外から勢いよくここで追い出した。だが内からこらえている。天の丸森先頭、内からティムズヨーロッパ先頭、あと 200m 重ねた。さらに足を伸ばす。2番手はブレンズカラット、ティムズヨーロッパ先頭だ。先頭はティムズヨーロッパ、1着でゴール。2着にはどうやらブレンズカラット、3着に天の丸森、勝ったのはティムズヨーロッパ、見事な勝利です。やられた。しかしなんかあれ吉野ファームの馬じゃないの。さあ慶応杯スプリングカップです。いや1番人気天のアラフォー、2番人気天のヘビオテと1名人気を占めております。なまあアラフォーがもうグリグリですね。3番人気がダイヤマッチオーレとなっております。天のヘビオテではまあこのままかな。ダイジェスト東京 G2 慶応杯スプリングカップ芝 1400m 短距離戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。魔人プロスパー先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。魔人プロスパー先頭、外から天のアラフォー先頭、あと 200m 天のアラフォー、このまま振り切れるか。2番手はダイワマッジオーレ、天のアラフォー先頭だ。天のアラフォーだ。天のアラフォー1着でゴール。2着にはどうやら天のヘビロテ。まずは前哨戦を制しました天のアラフォー、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。まだやっぱりキャリアの差でアラフォーが勝ちましたね。宮古寺ステークス型のマイガール1番人気グリグリですかね。さくらさんは被害だったら一部20番、はい、対抗されるのはエルカイザー、マチカネ天山も20丸があります。ダイジェストいきましょう。京都オープン特別宮古寺ステークス芝 1800m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。型のマイガール先頭、1馬身から2馬身引き離す。残り 200m を通過して型のマイガール意地を見せる。外が伸びてくるが、2番手はカポーティスター、しぶとい。型のマイガール先頭だ。勝ちました。型のマイガール1着、2着はカポーティスター、3着にパーダルジェネラル、1番人気に応えました。型のマイガール見事です。
さあ清流ステークス、まあ、これは飛ばしていきましょう。さあビクトリアマイルです。これ大激戦ですが、一番人気はホイールキャプチャーですね。ライバル馬ジョアドビーブルあたりも怖い。そう、なんか天野蓮舫が2番人気、天野アリエッティが3番人気となっております。天野蓮舫はホイールキャプチャーとそんなに差がないですね。でビルシーナが4番人気か。もしお目はホイールキャプチャー、天野蓮舫はさくらさんが20丸、アリエッティは丸伊坂さんだからな。これはちょっと落ちるな。スイートストレートガールなんかもそれなりの人気ですが、まあ、大激戦ですね。これイザベルはしんどい、ビルシーナあたりだったかな。さあそれぞれアリエッティ蓮舫先方変えられます。アリエッティの方に前へ行ってもらいましょう。ではレースです。さあ春の女王決定戦ビクトリアマイルはマイル戦芝 1600m、東京競馬場で行われます。今年は激戦となりました。果たして勝つのはどの馬になるんでしょうか。東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に対冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイルいよいよ発走です。さあ最後は大外枠のカラフルデイズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはカラフルデイズ、マルセリーナ、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがカラフルデイズ、これに続いて天野アリエッティ、カラフルデイズ先手を取りました。ビルシーナそれに続きます。その外にドナウブルー並んで17番エンマスイープ、これに続いてアイムユアーズ、その隣にストレートガール、その外からオールザットジャズ、その外にオメガハートランド、ね、マルセリーナ、そのうちに続いていますシャーペンキーウイ、それに続いています、緑の帽子ダンスファンタジア、その後ろホエールキャプチャー、この位置です。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。蓮舫は後ろから2番手はちょっと位置が悪すぎるんじゃないか。ビルシーナ3番手、ホエールキャプチャーいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。ビルシーナが内から来ている。先頭はビルシーナ、さあホエールキャプチャー一気に来た。ビルシーナ先頭、外から勢いよくホエールキャプチャー先頭、残り 200m、 ホエールキャプチャーさらに足を伸ばす。2番手はビルシーナ、ホエールキャプチャーゴールイン、2着にはどうやらビルシーナ、3着にストレートガール、これが二冠女王だ、ホエールキャプチャー。足毛ちゃんが大喜びの結果ですね。天野蓮舫5着、天野蓮舫7着と所有馬は惨敗を喫しました。力不足感がありますね。こちらもさあ立冬ステークス、一応凱旋スクラッチいますが、オートリタイマーはまあ飛ばします。オートリタイマーだったな。スカイツリー熱発。さあオークストレブ出走、すでに G1 を3勝しております。牝馬三冠を目指して、最大の難関オークスに出走となります。
そして海外は3レース、コパノリッキー、そばにいるね、アイマのハヤブサが出走。ヘアステークスを3頭出しですね。オークスの展望です。橋の女王を目指して2つ目の花束トレブの一強です。いいんじゃないでしょうか。能力使わないとな。まずは今のを取りました。軽音これで、あ、自分発症なりましたね。これ多分芝しか出てないから、これで待望のあの金札獲得です。秋華賞から海レース主に牝馬限定レースを中心に勝ち星を重ねてきて、ついにあのこの結果と相なりました。スペシャルウィークと競泳マーチ、パーがなちょっと落ちるけど、それ以外はなかなか素晴らしい。ケオンは、まあ、持つからな、距離宝塚出しちゃっていいですね。次丸森が、これまだ G1 勝ってないんだな。宝塚はいいんだけど、いいし金量もいいんだけど、どうしようかな。6月だとフランスオークスなんかもある。フランスオークスもいいと思うんですけどね。エコンステークスはこれダートか、ダートはダメなんですよ。出られない、ちょっと距離がダメ。そしてフリーソークスは微妙に距離が長い。芝のレースがアメリカの芝のレースがなんでこんな絶対全然ないんだ。行きましょう、ベルモントオークス招待。コーチが全然1位なんだ。あ、ダメだ、任せてください言われてますね。でアラフォーが、まあ、普通に行ったらこれマイル安田記念ですけどね、宝塚じゃないよな。安田記念行けばいいと思う。どうするか、まあとりあえず2周放牧して様子を見ましょう。そっからです。でヘビーロッテが予定、まだ G1 取ってない。だからまあ CBC 賞ってことになるだろうな。短距離スーパーだからな。で、マイガールも G1 取ってない。オープンとこいつはなんとか勝った。まあ宝塚もいいって言いやいいんだけど、まだですね。専用の2600、ダートはダメ。エノモエノが出てくるのか、ここに。一
勝負したとして、まあ出てもいいんだけど、エプソムカップ登録しとっか。調教方針変えられない。 C ぐらいだったらもうあのパワー重視でいった方がいいしな。パワー何よりも上回ります。ですね、何と被るんだ。まあ維新か。悩むな。岩田騎手、1003の2100だから距離は長いな。だと絆コマンドを使って、ダメだな。疲労を癒すとか近いもんな。一旦彼女は2周放牧です。そしてアリエッティですが、あまりいいとこなかったよな。賞金は稼いでるからな。でも覚醒なんで、ここで終わっちゃダメですね。ここからです。距離は大丈夫なんだけどな。4月1日以降でなんかいいレースがあれば出るけど、これは距離がな。こっちの方が面白そう。彼はまあ溜まってるんで2周放牧でいいです。でそしてキャンキャンがビホルダー、まあ安だね。これロッテ、次ロッテが CBC 賞か。まあいいんじゃないでしょうか。マイナーライフソン、マネモニが、どうしよう。これはもう大丈夫だから、投資するとしたら丸森だな。あーでもダメだ。疲れが溜まってんなと思ったら、そうじゃないからな。によっては G3 クラスですか。すら怪しいからな。でもダメですね。マイガールも、せっそに上がったが、ましょう。ちなみにニコニコがトップで、ブラックキャビア当選冗談か。有馬記念馬ゴールドシップは意外と人気がない。パノリッキーは首位候補の一角か。ちょっと足りないっていう感じですねが、今取ってるんだけどなぁ。3000勝すごい。風車ムチ。
吉富先生、オークスはトレブだろうな、そりゃね。ヤステックスはご覧の通りとなっております。全然カイエン売れてない。じゃあネクスト。フリークネスステークスコパノリッキー一番人気。コパの日記124、パリスマレスが立ちふさがっています。一騎打ちムードですね。甘くはない。オックス号がライバル馬としていますが、人気はないんでちょっと厳しいかな。ではレースいきましょう。ピムリコ競馬場 G1 フリークネスステークスはダート 1900m です。アメリカ三冠第2章は1900m のプリークネスステークス。ケンタッキーダービーから中1周、過酷なローテーションを克服する強靭な馬体と精神力が要求されます。最高のパフォーマンスを期待しましょう。まもなく発走です。スタートしました。ゴールデンセンス、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通り、まあ、いいゴールデンセンス。さらにはオックスボー15番プリムラーミューズ、その後ろオックスボー先手を取りました。イッツマイラッキーデイ、そのうちに続いています。その外にベラザノ、内からはニンブルスピーク、その外からアポリネアスイーテスト、バルアバリ、その前に進出。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外にシャンハイボビー、モーニングスイーテスト、それに続いています。その隣にアラブウェーブ、アルベルオーディエンス、この馬もこのグループ。すぐ隣にパレスマリス、その外にアミューズソウォーズ、しんがりからインプレッションズグッズ。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、11番ゴールデンセンス、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身。 G16 勝コパノリッキー2番手を追走。さあ先頭は依然として11番ゴールデンセンス、2番手はコパノリッキー、イッツマイラッキーデイ、3番手。ここでコパノリッキーが口をついて先頭に躍り出そうだ。日米王者意地のぶつかり合いだ。ここで先頭に詰まりそうにない。コパノリッキーあと 200m、 コパノリッキー余力は十分、さらに引き離していく。もう引き離すのみ。一気にパレスマリス、コパノリッキー圧勝です。段違いの強さです。2着はパレスマリス、3着にゴールデンセンス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。コパノリッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。パレスマリス、そしてライバル馬オックスボーをはじめ、米国三冠レースに数えられるビッグレースをコパノリッキー制して G1 7連勝です。なんだ、キサラギさん、ヤマト魂、ヤマト魂かっこ笑い。パレスマリスを任した以上誰も文句は言えないと思います。お、なんかもらえる。え、これってなんかあのなんだ、ロックが解除されたみたいな感じ。
ロッキンジンステンクス、天のそばにいるね、一番人気ですが、127。あ、なかなかいいんじゃないですか。金札確定してますからね、そばにいるねは。ショートンバ、サッチャーか。レース行きましょう。ニューベリー競馬場 G1、ロッキンジンステンクス、芝1600m、マイル戦です。こちらイギリスのニューベリー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。プティットカスタン、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してプティットカスタン鼻に立ちます。その後ろからはクリウス、この馬も上がっていく構えです。さらには先競馬ですね。こちらはサッジャー、その後ろ先手を取ったのはプティットカスタン、その外からサムシングエステイト、その外にキャビアとサーテン、ムーンライトカニディア、そのうちに続いていますエイディーンズホーク、それに続きます内からはハワイアンマッチャー、その外にグランドキャリア、天のそばにいる、後ろからその外にジョートンバ、内からはステースカイウォーカー、持つのか、ここまでほぼ平均ペース、届くのか、展開への影響はなさそうです。その外にヒドゥンテンプル、先頭は依然としてプティットカスタン、悠々と構えてますが、大丈夫なのか。ちょっと前に馬いるが、この位置から届くのか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最後の追い比べ、出遅れてる。クリウス前に迫る、サッジャー先頭、変わってサッジャー、あと 200m、 でもサッジャー伸びてきた、2番手は届かない。サッジャー先頭、サッジャー1着だ。2着は微妙です。勝ったのはサッジャー、見事な勝利です。スパニーは4着。イスパン賞、天のはやぶさ登場ですが、2番人気107か、厳しいですね。アラバマスポークか、レーティングで上回っているのは。1番人気はシーニックストロングの方ですか。先方変えられますが、まあ、このままでいきましょう。ダイジェスト。パリ・ロンシャン競馬場 G1 イスパン賞、芝 1850m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先端にいるが、だが、もう伸び足で負けている。天のはやぶさ、懸命に追いすがります。シーニックストロング先頭、あと 200m、 シーニックストロング後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はアラバマスモーク、シーニックストロング1着、2着はアラバマスモーク、勝ったのはシーニックストロング、見事な勝利です。7着か、惨敗。ヘアステークスですね。3頭出し、3番人気までを占めております。1番人気アマノエネループ、2番人気アマノルグー、3番人気カタノインサイト。 その中でアマノグーが鉄板以外全部20丸となっておりますが、グー以外、エネループはそのままで、他は戦法を変えられますが、まあ、このままかな。ダイジェスト、京都 G3 ヘアステークス、ダート 1900m です。さあ、いよいよ直線の攻防、カタノインサイト先頭、残り 200m、 天の具追い上げてきた。フォーティファイド必死に追いすがります。天の具さらに突き放します。出しましたね、天の具。天のエネループ、天の具1着、具が完勝。2着は天のエネループ、ね、見事に勝ちました。天の具ワンツースリーフィニッシュです。
さあ次はオークスですね。そうです、オークストレーブ出走です。トレブ一番人気です。グリグリです。ストグルーブなんかも出てますね。ではレース行きましょう。3歳牝馬の頂点を決めるオークス優秀牝馬東京競馬場芝 2400m で行われます。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発走です。さあ最後は大外枠のスイートメロディー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。リラコサージュ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくリラコサージュ行きました。続いて前へ行くのはザキショー、さらにはイエスストライプ、7番ラキシス、その後ろ先手を取ったのはザキショー、そして大きく離れてブレイブコロニア、この位置です。好位置をキープしています。トレブ、その外にローブティサージュ、さらにはスイートメロディー、ピンクの帽子バーバリアナイブ、その後ろこれに続くのがラストグルーヴ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。アイアメフロード、その前に進出ストライプケミー、すぐ後ろチュームズカオル、そのうちに続いています。スイートサルサ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。その隣にレッドオーバル、内からはウィンドモナシア、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。西のアライブ、縦長の展開結構ペース速そうな気がします。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭からトレバー中段にいます。先頭に立ちました。8番イエスストライプ、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはザキショウ、並んで連勝中のバーバリアナイブ。さあ先頭はまだ8番イエスストライプ、2番手は関翔、バーバリアナイブ、3番手 G1 3勝トレブ、まだ後ろ。この位置から果たして全然上がってこない。ようやく上がりだしたが、後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか関翔、トレブ来た、足色は十分、前に迫れるか。最後の先頭に踊り出ました。トレブ残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ、あとはもう引き離すのみ。トレブ、この馬で決まりか。完璧です。圧勝です。圧倒的な強さを見せました。2着は西のアライブ、3着に名勝マンボ。トレブ牝馬2冠達成、あとは秋華賞を残すのみ。牝馬3冠はもう目前だ。トレブウィニングランです。牝馬3冠王手、そして距離的性的1番の関門だったオークスをしっかり取りました。トレブ、これなら牝馬3冠いけるんじゃないでしょうか。2つ目は花束をゲットです。
強かったですね。奥名騎士とトレブの間に関係ができた。お、天のスパイダーマン、コズミ発祥か。さあ、ダービーの週です。ダービーに天の谷田が出走、青馬賞勝っての出走ですが、谷田ってどんなレースだ。ロゴタイプエピファネイアか。皐月賞1着2着での馬が出てきます。海外遠征も3頭ですね。ジェンティーオーナーはすでに金札獲得。 AKB が今リーチですね。なんとか取ってほしい。このトゥルースはまだ取れてないのか。というよりは、クスプレート、クリアジャスゲーム、まあ、メイトリアークなのはあるけれども、一応8000杯を狙うっていう感じですね。この先玉杯にカレンちゃんが出走なんですよね。アイスマリスと関係を築きました。生涯一度の大舞台、2つ目のタイプ、タイプ世代屈指の。お、タニタだ。一騎打ちムードですか。タニタにもチャンスがあるということですね。ジェンティーオーナー、これはまあそうでしょうね。サンダービーです。ピファネイアロゴタイプですが、天の谷田もここに、トライアルの青場所を買ってここに挑んできます。目黒記念は天のイクメンが登場ですね。さあ、ローと決定か。ダービーが終わると6月また新馬戦が始まります。週放牧でフラゲが今週か。アゲポヨも一周放牧、タニッタが今週調子いいですね。頑張ってほしいところ。柔軟性が C なんだ。ジェンティルオンナAKB がリーチです。なんとか勝ってほしい。ダソールズゴールド、ちょっと待って、 AKB ってこれ指示与えるんだって。ダメ、リロテも一周放牧。
ね、樹脂界はまあこれは大丈夫でしょう。でドラッカーか、まあ晩成なんでね、ドラッカーはまあ石ほぼかな。でゴルシイクメン、ウミザルも出走か。それだからな、剣が、剣はこれ金札確定ですからね。で山ガールも石ほぼか。ダメだ、石放牧しかできないんだ。フェーブルがまあいいんじゃないでしょうか。ツイッターにちょっとなんかやってもらおう。よし、アップ。インサイトもなかなか勝てなくなってるな。帝王賞あるやん。でもブルーレイつぼみがいるからな。まあ覚醒だからな、インサイト。まだ当てる必要はないんだけどな。ゲブリステークスで初の G1 制覇に挑みたい。レイスプレユードは、そっか、まあ、休むんだけど、じゃあ次何に挑むかっていうことですね。2009の2300をダート、まあ、帝王賞でいいじゃないの、本当はね。まあ、ここなると厳しいかな。かな。まあ一旦石を重くして様子を見ましょう。まあ、ブルーレイ出させてもいいしな。じゃあブルーレイに走ってもらいましょうか。でブラックキャビア。
山のニコニコ。ん？宝塚？いや、宝塚じゃないな。ここ長いんだよな、ゴールドカップ。何としても取りたいけど、長いのは変わらないからな。まあでも行くしかないだろう。まあでも無理だな、これ。じゃあちょっと待って。精度上げる、精度上げる、パワークエールで、精度上げてもしゃあないしな、ここへ来て。欲しいのはスタミナだからな。でもスタミナがないんだよな。キャピタか、うん、大体いないんだよな。はい、いいでしょう。血が低いからな。まあでも健康値も上がってもらわないといけないですからね。スパルタあるのみかもしれない。お、さらに3本多い。少しお待ちください。
お待たせいたしました。では再開いたしましょう。ゲームリーステックス天のトゥルースは3番人気か。17、わからないな。デイアットザスパが、1番人気、オムリットイタジアが2番人気、ムーンライトクレームが6番人気ですか。ダイジェストいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 ゲームリーステークス芝 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここから伸びるか、伸びきれないか。レイアットザスパ後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はオムリットイタジャラ、レイアットザスパ、ゴールイン。2着は微妙です。勝ったのはレイアットザスパ、見事な勝利です。タソールズゴールドカップ天の AKB 1番人気。さあ天の AKB はこのレースで G1 発祥金札を狙います。 AKB135 ダントツですね。120を超える馬はいません。2番人気がカバルリーマ、3番人気がプリマカルタとなっております。先方もまあ問題ないでしょう。勝って金札獲得しましょう。レースです。カラ競馬場 G1 パタソールズゴールドカップ芝 2100m です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。ボタンデッド前に行きそうです。アフリカンストーリー、それに続いています。さらにはオールトゥーハード、 G1 馬ムーンウェーブ、その後ろ先手を取ったのはオールトゥーハード、その外にポゼッシブゴーム、その隣にバズ、天の AKB、 いい位置です。並んで4番、コンカーズベーテルギウス、その外がラピスインサイド、さらにはデクラレーションオブウォー、その後ろにカバルリーマン、ザフーガ、そのうちに続いています。その後ろにトライアムファントクリーナー、オレンジの帽子アンビシャスドラゴン、その後ろ内からはプリマカルタ、しんがりからカリフォルニアメモリー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。9番ムーンウェーブ、一気に先頭に立ちました。並んで11番、ワズ、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その後ろからはアフリカンストーリー、オールトゥーハード、それに続いています。その外にラピスインサイド、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はワズ、ムーンウェーブ、ほとんど差がありません。アフリカンストーリー、3番手天野 AKB、 これはいい位置につけています。悪くないですね。中終わってきて先頭を伺う。日曜王者、外の伸びの方がいいな。しかしここで先頭変わってカバルリーマン、カバルリーマンの方が、天野 AKB、どっちだ。カバルリーマンに負けた。カバルリーマン1着、2着は天野 AKB、 3着にプリマカルタ、勝ったのはカバルリーマン、見事な勝利です。残念ながら金札ならず、まあ、まだチャンスありますからね。 AKB はよく頑張りました。
さん、チャンピオンズ、アンド、チャッターカップジェンティルロンナーシュ出走一番人気、ライバル馬ダンエクセルも出てまいります。130で他がまあみんな110台が主力なんで抜け出てると言えますね。勝ってもらいましょう。レースです。シャティン競馬場 G1 チャンピオンズ&チャターカップ芝 2400m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。キューティーアイバー前に行きそうです。グレディターベルズそれに続いています。さらにはダンエクセル、栗色の馬体、キャロル・ドリーワード、その後ろキューティーアイバー先手を取りました。これに続くのがソリアエンパイア、その外にプライセンテンス、その隣にビクトリーチフラガ、すぐ後ろにイリディウムブレイド、デビューズブレイベスト、そのうちに続いています。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。その外からアンシェントカリフォルニア、内からはダッシングオーシャン、その外にカウントオンエディンバラ、内からはイッツテーブル、一番後ろにジェンティルドンナ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。5番ダンエクセル、レースを引っ張ります。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで12番キューティーアイバー、少し離れてキャロル・ドリーワード続いています。その外にイリディウムブレイド、さらにはビクトリーチフラガ、ピンクの帽子、プライセンテンス、さあ3コーナー回っていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてダンエクセル、キューティーアイバー、ほとんど差がありません。間を挟んでキャロル・ドリーワード、3番手ジェンティルドンナ、まだ動きません。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして、ここで一気にまくってきた。日曜王者意地のぶつかり合いだ。ダンエクセル先頭、外から勢いよくジェンティルドンナ、ここで先頭変わりました。先頭はジェンティルドンナ、残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手はダンエクセル、ジェンティルドンナ今圧勝です。段違いの強さです。豪快な競馬。ダンエクセル3着にイリディウムブレイド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ジェンティルドンナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。強烈まくり追い込みでした。ダンエクセルラを破りましたね。次です。サキタマ杯にカレンちゃん出走一番人気、対抗ラブミーちゃん、フリートストリートとなっております。ダイジェストいきましょう。浦和競馬場 JPN2 サキタマ杯だと 1400m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ラブミーちゃん先頭、2番手はカレンちゃん、ラブミーちゃん先頭だ。ラブミーちゃん、ラブミーちゃん1着、2着はカレンちゃん、3着にフリートストリート、これが地方の実力だ。ラブミーちゃんどうしたんだカレンちゃん。爪が甘いなカレンちゃん。さあ青いステークスです。凱旋ゆるりですが、ちょっとこれは厳しいんじゃないかな。3歳限定か。
長いですといきましょう。さあいよいよ直線の攻防、コパノリチャード先頭、残り 200m、 ウリウリ追い上げてきた。オリーブリドンいい足で追い込んできました。ウリウリ抜けた。2番手はオリーブリドン、ウリウリ大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみます。さあ日本ダービー天野タリタ出走ですが、天野タリタ3番人気、1番人気エピファネイア、2番人気ロータイプとなっております。他、タマオベストプレイ、キズナーも出走してますね。ロゴタイプとエピファネイアの一騎打ちムードじゃないか。タニタちょっと厳しいな、これは。さて、タニタ先方選べます。先行策いってみましょうか。ダイジェストです。東京競馬場 G1 東京優秀日本ダービー、3歳の頂点が決まります。芝 2400m です。さあ世代の頂点をかけてエピファネイア先頭。来てるぞ。マシンほどのリード。タニタが。後続の手応えもいい。アムロタニタ足色は十分。前に迫れるか。残り200m。まらない。エピファネイア意地を見せる。アムロタニタ必死に追う。エピファネイア出なる。つまらない。手はアムロタニタ。エピファネイア。エピファネイア1着、2着はアムロタミタ、3着にキズナ。エピファネイア一番人気に応える見事な G1 勝利です。惜しかったな。頑張ったんですけどね、タニタも。ゆっくり育てていきましょう。確かまだまだピークは先なんで。さあシナリステークス天のフラゲです。一番人気だよね。 1.9 倍、グリグリとなっております。NHK マイルカップ2着から出走ですが、どうなりますか。ダイジェスト、京都3歳オープン特別白百合ステークス芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野フロゲ先頭、2馬身から3馬身のリード、宮地大が必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、これは強い。2番手は宮地大が、天野フロゲ1着、天野フロゲ完勝、2着は宮地大が、3着にメジロファニー。これは桁外れの強さだ。天野フロゲ、61キロなんだ。背負いすぎですね。インバだから60、オスウマだったら63キロ背負ってるぞ。さあ次です。目黒記念天のイクメン1番人気、クラブは凱旋クオリティも出てます。2番人気ベルシャザールですね。これは天のイクメンがグリグリとなっております。天のイクメン押し切れるか。ダイジェスト、東京 G2 目黒記念芝 2500m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天のイクメン先頭、2馬身から3馬身引き離す。凱旋クオリティ懸命に追いすがります。外からアドマイヤラクティ、残り 200m を通過して、天のイクメンまだは粘っている。アドバンテージをキープ。
さすが詰まってくるが、なんとか押し切りそう。勝ちましたイクメン。ベルシャザール3着に凱旋クオリティ、天野イクメン見事な勝利です。逃げ切りました。スタート、これで逃げ馬として、の実績を積み上げたということですね。不渋滞が7頭となります。んなんてアラフォーが放牧ですね。みんな何でしょう。あ、一口馬主の報告。笑い止まらなさすぎだろこれ。お、銅3枚ももらっていき、もらいましたね。さあ、安田記念の週です。3頭出走ですね。果たしてどのような結果になるか。そしてデビューですよ、天野キャー、キャータビートフォロー。なんだこの血統。サドラーズウェルズ系か、ヨーロッパ血統や祈祷な。ただし問題は早熟ってとこなんですよね。キャータンは、あ、なんかすごい調子の上がり方も早いから、これが早熟の証拠なのかな。そしてエビオルダーマイルに天野キャンキャン出走です。キャンキャン、これはね、なるべく勝っとかないといけないですね。エビオルダーマイルをメンツは生ディスタフとかマディソンステークスを勝ったジュディーザビューティーが今日ですね。の一強か。ボードンキで行ってみるか。あ、健康がアップですね。健康を上げるといいと思います。みんな偉いでしょう。でも月が欲しいよな。馬持ってない人も結構いますからね。よりごろみしちゃダメですね。まあ、種付けでもするか。リードはダメなのでケミストリーか。あ、でも同じ系統はダメだから、東
系統じゃないのでって、なかなか選べないですね。ラインはスカーレット。これもインブレイドになっちゃうんだよな。SS 同士ってやばすぎるだろう。ということはやっぱりウォーエンブレムとか鈴鹿、インデントフォーカスか。インデントフォーカスが良さそうな気はする。で、クラブですね。ファストフレンド。あ、そう。絞り込み設定で、インブリード全兄弟罰で。このとやっぱりロブロイですかね。ロブロイでいきましょう。試合モード。マインシャフト。ホーリーローマンエンペラーをつけたが。うん、ブレームつけてみてもいいかも。で、花盛りは天の愛護か。で、あとはローテ決めってことか。今週までですね。キャンキャンは今週ビホルダーマイル一周走ですが、エネループ。ロッキー4か。まあまあいいんじゃない？ないかな。ニコニコは長距離。長距離予選。ここに出ますゴールドカップ。そしてこれウェズナコマンドで違う？ん？あ、違う。間違えたかも。で、つぼみが帝王賞。ん？ブルーレイは大丈夫だ。カレンちゃんはどうするかですね。まあ、あんな出す必要ないんだけどな。長距離戦は出したいですからね。短距離戦、ごめん、短距離戦は出したいですからね。ここ行きますか。ブラックキャビアがいるんだ。じゃあ、ここか。ロケットマンとの対戦になります。で、iPhone。そばにいるね。ん？そばにいるね。大丈夫か、これで。距離はちょっと長いんで、ここには出せないですね。天国ん？ここもいいな。ここ出すか。それとも？戦後の2100だからな。でこれぶつかってほしいっていう、もういう希望ですよね。行きましょう。トゥルースどうなんだろう。
これトス多すぎて出れないだろうな。安田記念、高橋さん、オルフェーブル、アマノアラフォー、アマノレフォーはまあともかくとして、こんだけあのジェンティル女とか AKB とかもう行ってるぐらいだから、トゥルースに出番はないんですよね。なんで行くとしたら海外、2400でも OK ですからね。スパンショーか、俺強いもんな。ここを出すか。あ、かぶるんだ。だからか。アラフォーとかぶるんか。じゃあまあ。まだ騎手は。浜中騎手に乗り換え。あ、浜中もかぶるんだ。え？じゃあダメじゃん。三浦騎手そしてブルーレイとニコニコは選択肢を迫られます。まあニコニコが譲るしかないよね。福永騎手もかぶると。 AKB が何だ、福永騎手騎乗だから。駒沢騎手、でグーはこうレディースプレリュードだけど、この間になんかレース出ないといけないですね。頻繁限定の。それこそオグデン・フィリップスはちょっと距離が短い。これかな。あ、でもこれ芝か。で、オルフェーブルは当然出ないといけないんで出します。ツイッターが、うん、まあ、安田記念でいいだろう。インサイトはマーキュリーか。ケオンが宝塚。ケオン今はこれ決まったから宝塚に出るんだろうな。ピッツが七夕賞。ん？項目したよな。ちょっとなんか嫌な予感がするが、まあいいか。で、蓮舫が宝塚金だが、ちょっと無理だな。宝、距離も長い。あ、なるほど。そうなんですけどね。マイルの銀河の1006。
なかなか取れません。この名物は軽い。チャンスなんじゃないのと思ったら、6月はダメだ。出れないんだ。一応ここか。一番は不利。安田、ここは帰る。で、ヤマガールがプリティポリーか。ウォルシがコロネーション。イクメンは、まあ、宝塚で出たいけどね。しかし、どうするか。考えると、まだ宝塚は時期、外れるんじゃないかな。いや、シリス・デゼーグルとかキャメロットじゃ無理だろう。相手にならないと思う。クブルキヌンか、こっちも。ポイント・オブ・エントリーという協力馬が揃っております。メエティ、こっち出る。ここかな。そしてハヤブサ。海猿は健康値がな。AKB も金札を確定しましたが、微妙に距離が長いんだよな。出てもいいんだけどな。うん、ここ出してもいいかも。今日はあとです。そしてアリエッティ、ヘビロテ、距離戦かヘビロテ。はい、ドラッカー、パロリキア、ハスケル招待。あ、これリッチですね。ハスケル招待ね。コパノリッキーはで、タニタとコダマレッショも出るんだ。タニタでもまだ時期早々じゃないかな。よく頑張ったけどな。パリ大商店とかいいね。パリ大商店だ、次は。で、こだまでしょうですが、京都新聞杯勝ったがいい。まあ悪くはないけど、いきなりさすがに宝塚記念ってなったらちょっとそれは違うと思う。七夕賞はあるんか。そんなにレースに出られないんだよな。
子育て記念かな。もしくは、勝てるレースに出ればいいんだけどな。わからん。あんまりきついメンバーだと思わんしな。ここチャンスあるかもしれない。こだまでしょう。頑張ろうがジャパンダートダービー。アンドロイドが放牧だろうな、ここ。ハトダービーって、ガンバローがいるから、一旦は削除。定価も2勝クラスとなっております。アンドロイド2勝クラスやん。なんでここに出るんだ。いや、さすがに、これは、同じ6月を3周でも、勝てるレースに出た方がいいんじゃない？ん？ちょっと待って、展示か芝一本だぞ。1400×2600。さすが竹特別変更です。で、トレブが、もちろん最終目標は秋華賞ですが、それ向けて何出るかってことですね。今G1 4勝です。早めに行けば6月を3週にレースに出られます。フランスオークスチャレンジしてみましょう。招待はまあ丸森がいいのか。アイルランドオークス、ドイツオークスの方がいいような気はするな。ドイツオークス行くか。クラゲも宝塚か。しかし無理です。これはなんぼなんでも無理。いいかもね。と思った。で、デビューするのはキャワタ。
ところってどんなのかなっけ。うん、ハプスターが話題、牝馬ですね、これは。あとはもう水内容話題を集めてるのか。低いんだ、キャンキャン。IT クラブ、今ナイフも挑みますが、まあロードからの輪もいるからな。なるおきね、天の海猿が有利に見えます。でエピファネイアですね、しぶとかったな。エピファネイア、タニタも食い下がったんだけどな。まあ2回戦なんで、まあ、よしとしましょう。今、生産者どう見るか。あ、まだ負けてる。カレンちゃんが稼ぐと負けるんだな。なぜ出走頭数が多いからな。はい、ということで、ウィーニングポスト92021、ライブ配信お届けいたしました。今回は5月の5週まででしたね。オークスダービーを中心にお届けいたしました。次回は春競馬終盤戦ということで、安田記念、宝塚記念などとお届けできると思います。芝戦も始まります。果たして若駒たちどのような戦いを見せてくれるんでしょうか。ということで今回ここまでとなります。配信はツイッチでお届けいたしました。ぜひツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。そして、この配信のアーカイブを YouTube にアップロードいたします。2日後、11日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。YouTube チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel Premier Live Two Days After My YouTube Channel チャンネルサブスクライブ&グッドボタン Please。そして、旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタン、プリーズ。ウィーニングポスト92021、ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。